YouTube 翻訳の限界に迫ろう。わー、パチ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 。懸賞系バーチャル YouTuber 望月ひまりよ。こうさぎちゃんは YouTube の自動翻訳機能を知ってるかしら。ひまりがこうやって喋ってる言葉を自動的に字幕表示してくれるんだけど、この翻訳機能結構いい加減なのよそこで今回は誰もが知っているアイスコーヒーという言葉がどこまで翻訳されているのかを検証していくわ。翻訳は前後の会話の流れを元にしているらしいから、ちゃんとアイスコーヒーにつながりそうな語りを前に入れてからアイスコーヒーっぽい言葉を言っていくことにするわよ。それじゃあ検証していくわよ。スタート。モーヒー。この前喫茶店に入って喉乾いたから何か飲みたいなって思って、冷たい飲み物を注文したの。強まり、アイスモーヒー。あー、惜しくないな。全然違うな。この前喫茶店に入って喉乾いたから何か飲みたいなって思って冷たい飲み物を注文したの。すいません、ナイスコーヒーあー、ライスコーヒー。パリに合ってるわね。喫茶店に入って喉乾いたから何か飲みたいなって思って冷たい飲み物を注文したの。あ、合ってる合ってる。ナイスコーチ。あー、うん、アイスコーヒーよ。この前言ってくれないな。喫茶店に入って喉乾いたから何か飲みたいなって違う方向に行ってるな。冷たい飲み物を注文したの。すいません、アイス笑い。アイス笑いを拾うんかい。水もじー。この前喫茶店に入って喉乾いたから何か飲みたいなーって思って、もう怪しい、もう怪しい、もうダメそう。注文したの。すいません、あいつもいい。あー、いつもいいになってる。青を拾ってくれないのかな。この前喫茶店に入って喉乾いたから何か飲みたいなーって思って冷たい飲み物を注文したの、あ、すいません、R〇〇。なかったことにされた。ちゃんと言ってるのに。この前喫茶店に入って、セミタ喉乾いたから何か飲みたいなって思って冷たい飲み物を注文したの。すいません、来い、映画見込み。いや、これいけると思ったんだけどな。この前喫茶店に入って、喉乾いたから何か飲みたいなって思って冷たい飲み物を注文したの。来い。すいません、ヒカキン TV。 ヒカキンアイスコーヒー。ヒカキンでもアイスコーヒーでもなくなってるじゃん。ヒカキンさん、すいません。この前喫茶店に入って喉乾いたから何か飲みたいなって思って冷たい飲み物を注文したの。すいません、アイスコーヒー。今回の検証結果はドゥル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 ー。ちゃんとやってる。今回はどこまでアイスコーヒーの限界かっていう挑戦だったんだけど、結局アイスコーヒーだけちゃんとアイスコーヒーって拾ってくれたわけ。でもひまりがアイスコーヒーって拾ってほしかったのに拾ってくれなかったところに関してはちょっとまだひまりの心を分かってくれないかなっていう感じ。まだ上っ面だけの関係ね。ひまりのような大物検証系 YouTuber に好かれたいのであれば心の裏の裏までちゃんと読むことね。わかった？検証用動画はファンボックスで公開してるから、自分でも字幕付きで見てみたいっていうコウサギちゃんは概要欄からファンボックスに見に行ってみてね。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくね、コウサギちゃん。それじゃあまたね。今度は望月ひまりで自動翻訳やってみようかな。望月ひまりです。